今ねちょっと長野の方で上信越道の方ね今走ってるんですけどね、東武湯の丸ってもう 500m ほどでねパーキング着くんですけど、ここでどうやらね美味しい、あれ名前何でしたっけ、ラーメン屋の名前、車屋ラーメン、あそうそうそう、車屋ラーメンっていうところがあるらしくて、まあ僕行ったことないんやけど、その車屋ラーメンでなんか美味しいラーメンがあって、何ラーメンやろあれ、ネギなんとかラーメン、ネギなんとかラーメンの、食べに行きたいと思います。これね東武湯の丸のところで右が出口で左がパーキングって感じでねこう分かれてるんよね。これトレーラー枠ないんかな、あの奥トレーラー枠かな、あれ開いてない、二マス止めで止める感じで、東武湯の丸、まあまあ今日平日やけどまあまあ車多いね。到着。はい、東武湯の丸のパーキングなんですけどね、パッて見たら信州ラーメン、あれなんて書いてるの、歌舞伎って書いてんやけど、車屋ラーメンじゃなかったっけ、みんな知ってる、上りやったっけな、あれ確か下りで覆ってるはずなんやけどね、東武湯の丸で車屋ラーメンってなんかネギラーメンかなんか美味しいのあるって聞いたんやけど、まあとりあえず名前変わっただけかもしれんので、まあ、とりあえず中行ってみたいと思います。信州歌舞伎ラーメンに変わっちゃう、うん、座られ見てこの数、こんだけ見たことなかなかやね、ラーメン、まあめっちゃうまそうっすね。卵もそこ溶いたんですか。卵とそれなんですか、バターですか。バターね。いやめっちゃ辛そうですね。ちょっと食べた感想をちょっと逆でいいっす、いいっす、いいっす、モザイク入れるか大丈夫です。はい、辛いですか、うん、辛ない、うん、あ、程よく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 、次僕ちょっと食べてみます。ちょっとバター溶かしますね。溶かして、卵溶かして混ぜますわ。こんな食べ方で落ちるのか、分かる。いただきます。全然辛くない。そう。いや普通に美味しいね。もっとめっちゃ辛いんかな思って、全然辛ない、うん。見た目辛そうやね、汁とか。そうだよね。
うまい。ただこう汁です。ああ、楽しい。うま。うん。チャーシューめっちゃうまいですね。うん。もう一口で食べました今チャーシュー。うん、これ1250円。まあ結構ええねスルメ。でも思ってたより辛いです。結構美味しい。美味しい。うん、車行きましょうか。車で行きましょう。このまま車溶けへんかな。車まで行くまで溶けたらダメなんで、まあ、そこでもいいけどね。はい、いいか。そこ行きましょうか。車の方が来ないですか。でもちょっと取られへん。車こっちがいい。あ、そうかそうか。うん、中でいいんじゃない。トラック、はい、はい、どうもどうも。辛ネギの、ラーメン食ってきた。まあ、あんま辛なかったけど、まあ、美味しかった。1250円っていうのは、正直ちょっと高いと思う。うん、まあ、バターが入ってて、生卵を溶いてるからまろやかになったやろね。美味しかった。量も結構入っててね。まあ、僕はちょっと足りへんかったけど。で、お口直しに、くるみのアイスクリーム。まあ、ここでちょっと有名らしくて、ちょっとこんな感じ。くるみが散らばってるのかな、これ。これ、何倍だかな ?350 円。うん、350円。ちょっといただいていきます。いただきます。あ、めっちゃ甘い。この、なんて言うたらいいかな。この粒々の上に散らばってんのが、くるみですわ。そうだろうな。見たらわかるわね。くるみアイスやから。くるみ以外の、お前、くるみアイス言うてんのにね。うんほんまや、ほんなこれは何やねんっていう話やね。あ、甘いシュガートーストみたいな味。めちゃめちゃ分かりにくいけど、これちょっと分かれへんですね。下はほんまバニラアイスですわ。うん、うん、そうやろね。うん、ほんで上に乗ってるのはくるみアイスですわ。それもそうやと思います。すいません、もう勘弁してください。もうこれよし。あ、今の割れたんちゃう。割れたかな。あ、いけるいけるよ。じゃじゃーん、これなんだ。唐辛子せんべい。そう、これね、さっきちょっとパーキングで買ったんやけども、あれどこのパーキングやったっけ。上里やね。あ、そうそう、うん、上里のパーキングでこれ売ってたんやけど、激辛唐辛子せんべいっていうね、このせんべい。これね、草加せんべいでしたっけ。うん、うん、だから草加せんべいっていうのがすごい辛いらしくて、僕それ食ったことないんやけども。いや、草加せんべいにもいろいろあるん、うん、その中で、その草加せんべいのその唐辛子バージョン。唐辛子バージョン、うん、これ、見るからに辛そう。これは辛い、はい、もう、辛い。
ね、さっきのラーメン、辛そうで辛ねぎってあんま辛ないっていう。あれは辛くなかったけど、ね、これは辛い。これは辛い。うん。ほんま、これほんまにまた、この間の文字の、あの、トンネルみたいな、なる。いつ出てくんの？今日一回ちょっと早速開封していって食べていきたいと思います。俺から食べる？もちろん。これ、真っ赤っか、こんな感じ。これはやばい。裏もこれ唐辛子いっぱいこれ。いやー、これがやばいな、これ。いただきます。行く。行きますよ、行きますよ。行く。ん？あれ？初めは分かれへん。あ、ちょっと待てよ。あれ？徐々に来たけど。あ、俺、なんか最近やばいな。ちょっと待て、もうちょっと食ってみる。もう麻痺してきてます。いや、まあピリッとはするけど、うん、そんなにあれ辛くない。いや、僕がおかしいんかも分からへん。最近辛いの食いつきてるから、うん、なんかバクバクいくな。でも、むける。まあこんな感じです。普通やね。まあでも辛いのも辛いですよ。でもそんな辛っていうあれじゃなかった、意外に。ちょチェンジしましょう。この見た目で。この見た目で。一回ちょっとチェンジしてみましょう。はい、あ、どうぞ。勇気が出えへん。じんわり来る感じですけどね、後から。そんな辛ないね。あ、辛いね。辛い。辛い。辛い、辛い。ああ、辛い。俺、無理かもしれんな、これ。え、そんなに？うん。え、僕も一個食べ終わりますけど。あ、出てきた。え、マグが。あれ、俺、やばいんかな？やばいと思う。なんか確かにピリッと辛いけど、全然食べれるけど。おいらん。え、マジで？おいらん。そんなに？うん。え、マジで？そんなに辛い？え、マジで？マジで？いきなり退出。ちょ、僕も行きますよ、僕も。僕も、ちょっと待ってくださいよ。ラーメン、辛ネギスタミナ味噌ラーメンを、食べてきた。ツイッター更新中。ええ、撮ってんの？撮ってます。動画。マジで？そうよ。僕こんなんしてみんなに今ツイッターこれプレミアかも。こうやって毎日僕ツイッター更新してんの。こうやってどこどこ食べに行ったとか写真載せたりとかこうやってやってんの。うん、この仕事の合間とかにツイッター返したり YouTube コメント返したり忙しいのよ。まあちなみに先輩僕のトラックで足上げてますけどね。まあ偉そうにしてます。先輩からね。ああ、もう先輩からね。もうこの辺もこの周りだけもう先輩風、うん、竜巻のようにピューって吹いてるからね、うん、ここだけちょっと僕の領域っていうことで、うん、そんな先輩この後この激辛せんべいを連続で何枚食べれるかやってみた、うん、マジでお願いしますハードル上げましたね。はいはい、ツイッター更新してください。はい、え、まだ撮ってる？え？もうやめようかこれ見てる人どうなんやろ。こういう姿を見たいんかな僕の。うん、外こんなんやね、めっちゃ明るいで。ほら、逆光でね。逆光、逆光。これ東武湯の丸インターで、ね、うん、インターちゃうけどね。はい、インターちゃうね、うん、サービスエリアに。ところどころ噛んでくるね